半魔家の本家、本物の貴族の半魔妖先生です。大変ね、大きなことなんだけど、こういうこと知っておりますか？私だけ人間のより、本物の貴族でね、世界で私が本物の貴族だけでね、価値が高いからね、人間たちは全然そんな知らんというようなことで生きてるわけなんですけどね。実際はね、こういう社会はね、全部私の動きでね、全体が動いてます。私が持ってるチョコレートね、1個よこせと外国の団体あちこちがね、よこせって言ってくるんですよ。で、とんでもないよ、俺が食べるんだって私は言うわけですよね。そうするとどうするかと、核爆弾を撃つぞと言ってくるの。ね、これはアメリカだろうとロシアだろうとね、オーストラリアも言ってきましたね、国も言ってきましたね。そういうね、いたずらじゃないけど、しょっちゅうやってくるんだけど、ね、うまく私がよけてね、飛行機で乗って、ね、チョコレートあげなかったら、1個だけだよ。俺のチョコレート1個だけあげなかったら、核爆弾ほんと飛ばすんですよ。本当に。だから、そうやって、そんなのしょっちゅうやってくるから、そうやってやろうかなっていうようなことでね、いろんな国行ってね、全部を撃ってきますよ、核爆弾。それでね、人間のは、その、核、人間っていうのは、価値ないから、ね、ただみんな困るから、ね、無視していいや、だろ？普通そうなんだよね。それで済むんだけども、私の場合人間より価値高いから逃げようとしますでしょ、当然。周りの人は全部死ぬんですよ、当然ね。だけど本当に撃ち落とすから、ね。で、普通の人間だったら、しかとしてれば平気なわけですよ。そんな、みんな大勢が死ぬわけですから、大勢が今度、ね、対処しないといけないんだけども、私には貴族だから、誰もね、私の周りにいる、何億いる人間って全然無視するわけですよ。そんなの関係ないや、ってね。ね、ちょこ、ね、核爆弾を実際に落とすんだったらね、ね、みんなで戦うわけですけども、私に来た場合はもう何億人周りいたって全然知らん顔するわけですね。価値ないから。で、私だけ暴れないといけないわけですよね。だから、いつもこれチョコレート1個、ケーキ1個、俺が食べてる時ですね。外国人が言うわけですよ。団体が。ね。チョコレート、ケーキ、お前の持ってるチョコレートをよこせって言ってね。1個だけですよ。よこさなかったら核爆弾を落とすぞと。脅してくるわけですよ。そんなしょっちゅう、毎日、しょっちゅうですよ。何でもかんでもそういうことをしてきます。だけど、本当にあげなかったら、うまくね、外交でね、仕事関係でね、回してるわけですよ。ね、それやんなかったら、本当に核爆弾を落としてきますわ。そんなひどいっていうこと知ってますか、人間たちは。そんなことしょっちゅうやってんですよ。本当に飛ばしてんですよ。ただ、アメリカがこの大統領が承認しなければ核爆弾をね、飛ばさないというね。ね、各偉い人がね。そんなの全然人間管理できてませんよ。本当に撃ちますよ。アメリカ人大統領全然承認しますから、それ。各ヨーロッパ、オーストラリアだってね。中国だってね。中国はちょっと分かりにくいんだけどね。そういうこと。いたずらはね、意外と。
ロシアなんかもですね、中国はちょっと分かりづらいですね、そういう脅しの仕方はあんまり分かりづらいんですよね、国はね、あんまりそういう動きはね、団体で違う動きかなんかちょっと特殊なんですね、言っちゃうとまたまずい問題があるかもしれないね、また入り込んでないんで、でそういうことでしょっちゅうですよ、本当にそれでチョコレート1個あげなかったら核爆弾を落とすんですよ、100回に1回ぐらい、100回ぐらい連続でやだやだっつったら落とすだろうな、うん、ちゃんと意向を見てタイミング見てやれば落としますわ 100%。 だから私がうろついてているだけでね、うまくね、そういうことするからね、かわしてってると核爆弾落ちてみんな1億人ぐらい死ぬ、簡単にね、そんなことをしょっちゅう日常は私にかけてくるわけで、世界中の人間がね、そういうこと知ってますか、人間たちは。私の動きだけでそういうことやってんですよ、しょっちゅう。ね。人間たちはそういうのは無視で全然関係ない、価値ねえから、ね。人間たちにやられたって、たら、同じ仲間ということでね。ね。みんな大勢死ぬから対抗するけども、私貴族だから一人で周り人間全然落としたって無視するからね、東海村臨海もそうですよ、あれはわざとつけ火ですよ、ね、私がこっちいるから全然平気で、いや他の人死んだって全然関係ないんですよね、福島原発そうですよ、あとマレーシア航空機撃墜もそうですよ、そういうふうにね、たったチョコレートを1個あげないよというだけで外国人を怒ってきてね、ね、これよこさなきゃ核爆弾を落とす、落とすぞということでね、やってきてるだけですよ、たったそんなことですよ。